ビルギット・クルベリビルギット・クルベリは、スウェーデンのダンサー、振付やバレエ指導者である。クルト・ヨース、マーサ・グレアムなどの教えを受け、ヨースの系譜につながるドイツ表現主義舞踊の流れに、属する作品を長年にわたって創作した。彼女の作品は、霊場、ジュリーのような文学性、演劇性の強いものから、叙情的なもの、風刺的なユーモアを含むものまで多岐にわたる。 テレビ向けのバレエ作品にいち早く取り組んだ先駆者としても知られる。息子のニクラスエックとマッツエックも彼女と同じくダンサー、振付家として有名になった。日本ではしばしばクルベリー、クルベルグなどとも表記される。スウェーデン南部、ニュヒエピングの生まれ。父は銀行家で、家庭は裕福であった。もともとは文学の道を志していて、 ストックホルム大学で学んでいた。ダンスを正式に始めたのは24歳とかなり遅い時期のことであった。彼女はストックホルムで亡命ロシア人のベラ・アレクサンドロワからバレエの指導を受けた。クルベルが本格的にダンサーを志す契機となったのは27歳の時にストックホルムでクルトヨースの緑のテーブルという作品を鑑賞したことであった。 1932年に初演されたこの作品は戦争がもたらす悪を死の舞踏として描き出す反戦思想と風刺色の濃いもので様子の代表作と評価されている。クルベリは1935年から1939年にかけてイギリスに渡りクルト様子の舞踊学校で様子とシガードリーダーにダンスを学んだ。さらにニューヨークに渡って マーサ・グレアムとリリアン・カリナにも支持した。1939年に自作の上演グループを設立し、1942年にストックホルムで初のソロ公演を開催した。第二次世界大戦中にはハンナチス運動のメンバーとなっていたが、終戦後の1946年に教え子であるイーボ・クラメルと共にスベンスカダンスシアターを組織してヨーロッパ各地を巡演した。 彼女の転機となったのは、霊場ジ,ジュリーだった。ヨハン・アウグスト・ストリンドベリの儀曲に基づく、この作品が、スウェーデン王立バレエ団の注目するところとなり、同バレエ団の常任振付家を1952年から1956年まで、務めた。その後、フリーランスの振付家として、活動を始め、デンマーク王立バレエ団や、アメリカンバレエシアターなどに作品を振り付けた。 1967年、クルベリはスウェーデンに戻った。彼女の才能が、スウェーデン以外の国で飛翔されることを危惧した、スウェーデン政府とストックホルム市は、彼女が創設する新たなカンパニーのスポンサーとなった。バレエ団の指導当時、クルベリは60歳近くの年齢であったが、精力的に団を運営し、旺盛な創作活動を続けた。彼女の手腕によって、クルベリバレエ団は、 ヨーロッパ屈指のバレエ団としての評価を高めていった。ダンサーとして最後に舞台に立ったのは68歳の時で息子マッツエックのソエトという作品であった。1980年からはマッツと共同でクルベリバレエの芸術監督を務め、1985年にマッツにその座を譲った。舞台以外での最後の出演は1991年で、 マッツのテレビ向けダンス作品、オールド・ユーマンザ・ドアであった。クルベリは1999年にストックホルムで死去した。クルベリはその生涯において数十に上る作品を振り付けたものの、第二次世界大戦前の作品の多くは再演の機会を得ることなく散逸した。彼女の作風は恩師、様子の影響を受けて社会派的な視点を持つが、 それだけにとどまらず風刺的なユーモアを含むものや、叙情的なものまで多岐にわたっている。代表作として挙げられるのは、霊場ジュリーである。階級さ、そして女性の性愛と欲望のせめぎ合いを描き出した、この作品は、厳格なクラシックバレエの技法と、マーサ・グレアムのメソッドに強く影響された、モダンダンスの大胆な体の屈伸表現を取り入れて、貴族階級に属する霊場。 ジュリーの内面の葛藤と絶望を踊りで描き出している。この作品はスウェーデンのみならず、アメリカンバレエシアターと、デンマーク王立バレエ団、ベルリンドイツオペラバレエ団、ミラノスカラザバレエ団、ノーザンバレエシアター、パニ・モモコバレエ団など世界各国のバレエ団が上演している。クルベリは、例状、ジュリー以外でも文学的なテーマを好んで作品化した。ギリシャ悲劇にそうを得た。 メディア、ラップ人の伝説を舞台に再現したガツのトナカイ、ヘンリック・イップセムの儀曲をバレエ化した海の婦人などである。これらの作品では、クルベリ自身が台本も手掛けている。リハーサル中のクルベリとダンサーたち、1978年。すでに述べた通り、クルベリの作品はドイツ表現主義の系譜に属する。恩師様すは、 抽象的なダンス表現を退け、見て意味が理解できるダンス表現で、自分の思想を伝えようと試みた。クルベリも、様子と同様にダンスで、物語や感情を表出するとともに、一歩進んで、クラシックバレエとモダンダンスのボキャブラリーの融合によって、表現の幅を広げ、物語バレエの新境地を開拓した。晩年まで旺盛な創作活動を続けた、クルベリは、 スウェーデン独自のバレエを確立した。それだけではなく、息子のエック兄弟をはじめイーボクラメル、アルビン・エーリー、モーリス・ベジャール、イリキリアンなどの振付家に多大な影響を与えたことでも評価される。さらに、クルベリはテレビ向けのバレエ作品を作った先駆者としても知られる。それらの作品としては、緑のカップの赤ワイン、ファミリー・ポートレートなど数作がある。 クルベリは1942年に俳優のアンデルス・ウェックと結婚した。二人の間にはニクラス、ソーセージのマッツとマリンが生まれている。クルベリとアンデルスの結婚は1949年に破綻を迎えた。翌年にクルベリが発表したメディアについて、スウェーデン国内の批評家は彼女自身の個人的危機の表出と解釈している。ニクラスとマッツは長寿手ダンサー。 振付家として活動し、マリンは女優となった。ニクラスの娘ミラはビジュアルアーティストとしてテキスタイルアートなどの作品を発表している。ありがとうございます。